こんにちは、田原俊子です。いよいよ今日、8月5日、僕の今年のニューシングル、愛は愛で愛だ、リリースされました。もう哀愁デートから数えて76作目のシングル、今回はね、こんな世の中、流れ、ご時世になってしまいましたけど、本当に僕らしい、明るくハッピーな、愛をね、正面から歌った曲なんですけど、とってもスピード感あるし、ストレートなね、詩もそうですけど、みんなに、少しでも元気になってもらえたらなと、思っております。この曲をね、引っ提げて、今年はツアーやるぞってことでね、全国17、8カ所ね、考えてたんですけどね、中止になってしまったとこや、まあ、開催されるところはお客さんを、半分にしたりとか、なかなか難しいね、局面を迎えてますけど、でもやると決めた以上、目いっぱい、スタッフ、ダンサー、バンドのみんなもね、気合に入ってますんで、ぜひとも楽しみにしておいてください。そして、そんなことですからね、ライブに今回足を運べない人たくさんいると思うんですよ。田原俊子初めての今年配信ライブをねやりたいなと思っております。8月29日焼肉の日、勝手に決めましたけど、午後8時から、ね、タイトルは WT ツアー2020ラブパラダイスオンライン生ライブっていうね、タイトルに、なっております。ぜひとも、会場にね、来れなかった方たちにはここでね、楽しんでいただければなと思っております。今回、まあみんなね、いろんなアーティストがこういう形で配信をやってると思うんですけど、まあ僕自身もね、初めてなんで、まあやることは歌って踊って騒ぐこと、いつもと変わらないんですけど、何しろ生ですからね、どんなことになるのか、どんなことが起きるのか、僕自身も不安と期待と、入り混じってますけど、ぜひともいい汗をかきたいなと思ってるんで、ぜひともね、皆さんには、楽しんでいただけたらなと、一緒に楽しんでくれたらなと思ってるんでね、まあきっとね、家で見てくれることになると思うんだけどね、マスクもしなくていいかもしれないし、叫んでもいいと思うし、そんなことで今回初めての生配信ライブをやりますんで、ぜひとも8月29日はね、楽しみにしておいてください。詳しいことは僕のホームページをチェックしてください。みんな、まあもちろんね、なんとなくこのコロナとのね、付き合い、生活、まあそういうふうな様式にしなきゃいけないってことでね、まあ慣れてきてるとは思うんですけど、まあくれぐれもね、皆さん用心してると思いますけど、それぞれね、生活、まあ暗くはなってないと思うけどね、いつも通り明るく楽しくハッピーに前向きに、生活の方もねして、まあ僕も本当にこの3、4ヶ月ね、ガラリとね、展開が変わってしまって、決まった仕事がねできなくなったりとか、予定がね、延期されたりとか、いろいろあったけど、まあね、できるところはベストを尽くして、これまで通りね、準備してしっかり、パフォーマンスしたいと思ってますんで、ぜひとも、ね、なかなか会える機会はね、例年と比べると減ってしまってはいますけど、その会える機会はね、本当に密ではいけないんですけど、心の中ではね、しっかりつながったね、機会になればいいなと
思っております。ということで、長々と話しましたが、今日8月5日愛は愛で愛だね、テレビでも歌う機会がね、たくさんあると思うんで、たくさんはないかもしれないですけど、楽しみにしておいてください。今日はどうもありがとう。